今回はですね、リールの話やりましょうか。 3g 軽量化されたスプールになる、それはフィーリングが良くなりますよね。これ最近よく使ってる、ジリオの HLC、 これは淡水専用のやつね。こちらが最初に出たジリオの HLC、 これはですね、ここに、マグシールドが入ってない、マグシールドが入ってないので、抵抗が少ないですよというリール。サイドプレートがネジ式ではなくてワンタッチになってますよね。これで外れます。外すことをね、習慣化するといいのは、スプールを変えることで魚釣りが緻密なものになれるっていうのがあるんですけど、でこれ外すコツは、開けます、これをこうするんじゃなくて外します、スプールを持ちながらこっちへ押さえながらこうやって開ける、スプールで押す、開けます、スプールを押さえます、でこいつも押さえます、で外す、で持つ。で何回も言いますけど、このスプールはこのエッジがすごくギリギリまで緻密に切削しているので、コトッと落とすと曲がっちゃいます。だから落ちないように、もしくは落ちてもいいような濡れ雑巾だとか、こういうティッシュね、ティッシュは引っ掛けたりするんであんまり良くないんですよね。濡れ雑巾、濡れタオルを置いてやった方がいいと思います。そしたらもし落ちたとしても、緩衝材になりますよね。16ポンドフロロを巻くとどうなるのか、これをやってみたいと思います。で、この辺からコツね、全部入れていきます。糸を巻くんですけれども、はい、通します。で、これね、ここにこういうふうに本結びするんですよね。内掛け本結び、1回、2回、3回で今こうなってる。こいつを結びます。ここの輪っかを通ってるんで、こいつが伸び縮みしますよね。ほらね、こうなってるね。でこれでスプールに通して縛るんですけど、ここのこのぽっちりが気になるんですよ。結びこぶがぽっちりが後々ラインを膨らましたりすることでシンメトリーが取りにくくなったりするので、ほとんど大丈夫なんですよ。でも巻き直したらすごく精度が上がったりすることがあるってことは影響力があるんで、じゃあ僕はどうしてるのかというと、これをせずにここで結びこぶが小さくなる P ラインを使うんですよね。1メーターでもいいです。先にここに巻きます。要はここの糸に、これね、この糸にこの輪っかを巻いていく、こう巻いていく、こう巻いていく。これを締めると、これね、輪っかが2つあるんだけど、こいつはこの輪っかにまとわりついた輪っかな。でここを締める、そうするとこいつが誘導しますよね。小さな結び込みに P が上がりますよね。でこのままキュッてやっちゃうと熱で P が弱っちゃうので、そうならないように濡らすと、ここの余り糸を切るのは今じゃなくてスプールにつけてから切るんですけど、例えばこれ一周でやるとします。 P ラインはちょっと引っ張って浮いちゃうと、もうこれでスプールを滑っちゃいます。これね、これを2周分3周分としていくと、この糸の量が増えるってことは摩擦の力が大きくなりますよね。締まりやすいと、ほら止まったでしょね。スリットのところにこのポッチリを収めておく。引っ張っても滑ってこんかったらいいんですよ。なんか滑りそうやなと思っても、大体で大丈夫、大体で。 P の場合は長めに出しておいてもいいと思います。でこれでとりあえず準備ができました、ね、今度はここに使うラインを結ぶんですけど、最近僕がやってるやり方ね、すごい簡単。一番いいのは FG ノットなんだけど、めんどくさいでしょ、わざわざモノフィララインの方に結びこぶを作っちゃうと太くなっちゃうじゃないですか。
だからこっちはもう折り曲げるだけ。ここで折り曲げて、これを内側から入れます。入れてこの輪っかの周りを1回2回3回4回5回ぐらいこうやりますね。でここでこう持ちます。で引き返します。1回2回3回4回5回今行って帰ってきてますよね。で入った方に抜きます。でこれをこう縛っていくんですけど、これこの結びこぶが輪っかのこっちへ来ちゃうと全然意味がないんで、このまま濡らしながらこのまま引っ張ります。こうやってこっち側にこの輪っかが来るようにね。はい、できた。これで出来上がり。これを二つ折りにします。こう入れるでしょ。これ今通ってるのね。一回通してます。一回通して一周、二周、三周、四周でもいいぐらいだけどね。四周、五周ね。はい。で、止めて、一周、二周、三周、四周、五周。で、出てるところに戻す。濡らして、まんべんなく引っ張れるようにします。だからこれ折れてるだけ。モノフィララインはどちらも余りと切って出来上がりです。はい、このモノフィララインの最後まで出てしまったらもう慌てなしゃあないかなっていうのがあるんで、まあ、これぐらいでハーフフィッチで編み込んだりもしない。このままここはもうある程度止まってるだけの話。これで巻くと折り曲がった状態で、まあペタコなりじゃないですか。だからこれで巻いていくと段差がなく巻ける。これね、料理は出してたカウンター、一周二周とか巻くわけで、こんなんしてる時にここのカウンター見ながら1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で6メーター負けてるんだってなると、だいたいいろんなことがわかるじゃないですか。これ35でしょ今ね。なら 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 35から49何本、14メーター。14メーターいうことはだいたい1回転が70センチ取ったらいいじゃないですか。これで70センチ負けましたねと思ったら、水中でワームが70センチ移動したいというイメージが湧くでしょ。ボートで例えばディープバーニングする時なんかやったら、この回転数で下から何メーターはある程度できますよ、ね、